前で緊張していて。せっかく中華街でのイベントライブに呼んでもらえたんだから頑張らなきゃって思ってるんだけど、手のひらに人って書いたり深呼吸したりいろいろ試したのにドキドキが収まらなくて、どうしよう。え、今日のライブ衣装アクアっぽい？本当？あのね、中華街でのライブって聞いた時からこのテイストで仕上げたいなって思ってたの。ルビーね、ミューズのライブ衣装にチャイナドレスみたいなデザインがあって可愛くて綺麗でずっと憧れてたんだ。だからヨウちゃんと今回の中華街ライブの衣装を作ってる時もその話になったんだけど、そこはすごく迷ったところでもあったの。ミューズに憧れる気持ちは大切にしつつ、でもアクアとしての輝き方を見つけたいからアクアらしさのある衣装にしようねって。だからあなたにアクアらしいって言ってもらえてどうしよう、すっごく嬉しいよ。緊張が和らいだみたい。あなたのおかげだね、ルビー。この衣装で最高のライブにするから見ててね。